フィギュアスケートのアイスショーカーニバル、オン、アイスが3日、埼玉スーパーアリーナで行われた。現役選手は今季のショートプログラム曲を演じ、男子で18年ピョンチャン五輪銀メダルの宇野昌磨、トヨタ自動車、は SP で使用する可能性が高い大声競争曲を披露した。シックな衣装で4回転フリップ、4回転、3回転の連続トーループを着氷。アンコールではフリーボレロを情熱的に舞い、最後はクリムキンイーグルで魅了した。前日のジャパン、オープンに出場した男子では、佐藤する、藤、コーボレーション、が時期の夏、田中圭司、国際学園、が新、エヴァンゲリオン劇場版を披露。山本草太、中京大、はイエスタデー、友野一樹、セントラルスポーツ、はニュー、シネマ、パラダイス、三宅瀬名、寛大、はアンチェーンドメロディーを演じた。